おはようございます。久しぶりの動画ですが、今日は、バレンタインデー2月14日です。ここのところほとんどですね走れていませんでしたので、歩くか、歩くスキーばっかりでしたので、本当に久しぶりに走っています。足元ご覧ください。ここのところ、ここ1日2日ですね、北海道は大変暖かくなってまして、4月の気候ということで、手売り島も雪が一旦溶けました。この後もう一回雪が降るということを地元の方はおっしゃってましたが、それにしても完全にアスファルトが出てますんで、まるで2月じゃないみたいですが、地球温暖化ってやっぱり恐ろしいですよね。この、 手売り島にも押し寄せてきてるんじゃないかなというふうに感じます。こんなに2月に雪がないってことはないんですって。地元の人に聞きますと、あまりこう楽観的にものを考えることはできないような気がします。まあどこかのアメリカの大統領にですね、こういう身近に起こっていることを見せてやりたいもんですが、彼は常に暖かい建物の中で、おそらく外ジョギングなんかしないでしょう。体を鍛える走るのも、建物の中でウォーキングマシンでやるんじゃないですかね。そんなことやってる人は、地球温暖化はフェイクだなんていうふうな、ね、意見にすぐ耳を傾けてしまうわけですね。まあ現実はそっちの方が儲かるからなんでしょうけども、まあ見せてやりたいですね、こういう現状。本当に皆さんご覧ください。こっちは全然雪ないんですよ。さっきカモメの声もちょっと聞こえましたから、ウミネコですね。あの辺が時期が来ればウミネコ団地、まあこの辺も全部、あとこっち側ですね、ウミネコ団地になるんですが、季節を間違えた鳥が来ないか心配です。今もし間違って子供を産んじゃったりしたらね、寒くてヒナが死んでしまいますので、本当間違えて行動を起こす鳥がいないかとっても心配です。はい、ウトウ団地です。ウトウでなかった、失礼。ウミネコ団地にやってまいりました。どうでしょう。まあまだね、こっち側に上がってきて子供を作る人はいないでしょう。いやテレビの報道、テレビの報道はコロナウイルスばっかりですけどね、長い目で見たらね、地球温暖化やね、環境破壊の方がね深刻だな。だってさ、皆さんご存知だと思いますけど、コロナウイルスが発生したのって武漢の動物を食べ物として売っている市場から発生したんですよね。SARS の時でしたか、コウモリからね、発生したやつが肉として売られていたハクビシンに移って、それで人間にもっていうことだったようですけど、この今だったらそのコウモリやハクビシンがいろんな人間が出した環境破壊のね物質を体に溜め込んで、そういう病気を発生させた可能性だってないわけじゃないと思うんですよ。だから地球温暖化と同じで、このコロナウイルスの問題もひょっとしたら、まあ、全体的な環境破壊と、全体的な環境破壊と無関係であるわけがないんですよね。そう思います。海岸にゴミがいっぱい落ちてますね。これもね、海洋プラスチックの問題で大変大きく指摘されていましたが、こういうゴミをね放置し続けて、ああしたゴミが小さく砕けて人間が見えないぐらいの大きさに
なっているんですって。マイクロプラスチックといって、そのマイクロプラスチックが年間8000トンだったかな、海に放出されてるそうで、いやーちょっと困りましたね、そういう状況。そこから病気が発生してもみんなそれぞれ勝手なことをワイドショーなんかで言ってますが、だから環境を守んなきゃいけないんだっていう話にはなかなかなりませんね。おかしな話です。本当にこう今のメディアっていうのは何のために存在してるんでしょう。こう人々を間違った方向にリードして、世の為政者たちの間違った行いを全部覆い隠す、そういうシステムの一環になりたがっちゃってるんじゃないでしょうかね。本当に情けない話です。私そのコロナウイルスの件についてはもうちょっと話をしたかったんですが、何せこう走る方をメインとして考えてしまってたのでこの頃取れませんでした。すいません本当に。まあそれと加えてですね、ちょっとこの週末は忙しかったですかね。先週あたりは、やっぱり本来の仕事をですね追っ払かして、あるいは家族との時間を追っ払かして全て動画に捧げるわけにもいかないこの単身赴任のジョギングバカですので、皆さん、ご勘弁いただきたいなと思います。どんどん登ってまいりたいと思います。